武田信玄、上杉謙信両軍の参陣もあり、五条原の戦いは連合軍の勝利に終わった。一方で信長の画策に助けられて、オロチの元を脱した総比軍や孫策軍も勝利を重ね、オロチ軍を追い詰めていた。オロチに抗う者をまとめ、オロチを打ち破る時が来た。魔王対魔王、信長とオロチの対決が、オロチの最後の牙城コシ城で今。これがウノの望みなれば、自衛隊の闘志、この音を我に示す。皆が笑って暮らせるのだろう。負けられるのさ。あなたを切る、相手の世をつかむ。敵将討ち取ったれ。わしこそ天下無双の侍なんさ。お任せを。完璧や。これは始まりぞ。なるほど、これでは終われぬしな。近い。空気の読めない3人だっての。ほら、また戦するっての。怒っちゃうよ。始むるは戦にあらず。世を作り直さんとな。みんな、劉備だろう。オロチはこの宋孟徳の前に倒れた。終わってはいない。波動はまだ道半ば。私がなさねばならぬ。波動か。前から一つ聞きたかったのだが、それは皆が笑って暮らせるものなのか。少なくともお前は笑いそうにないな。